ード。今日買われた。ありがとう、来てくれて。今日、うん、お疲れ様でしたって。ありがとう、たくさん。こんばんは。増えすぎる状況。ありがとう。なんか緊張なんかすごくもう広くて、もうお客さんがいっぱいいらっしゃって、それを知って緊張したね。うん。でもなんかもう本当にすぐすぐね終わっちゃったのでね、あっという間でした。動画回ってきた。そうだよね。なんかさ、動画とかもさ結構さ自由じゃんかね。初見でしたって。ありがとう。映像見た？ありがとう、見てくれたの。動画素敵だった。今日はねワンハーフだったんですよ。そう、2曲披露させていただいて、絶対アイドルとイコールラブ。うん。で、ありがとうね、今日来てくれて。え、そうだよ、98年生まれだから98にしたっていうね。あっという間すぎたよね。なんかさ、あの結構意外とね準備時間がめっちゃあったんだよ。だけど本番がめっちゃあまりにも早すぎて、なんかうちらもなんか「わあ!」みたいな「もう終わった!」みたいな感じだった。うん、あっという間だった。本当に可愛いって言ってく。本当?よかった。地球も流れてきた動画ね。みんなの背番号は自分でみんな決めたからどうなんだろう。まあ、誕生日とかの子が多いかな。一番可愛かった。めっちゃ上だけどモニター近すぎて最高だった。あー、ありがとう。そう、モニターねあるよね。うん、わかんなかった。なんでなんだろう、なんだろうね。初めての配信会2回目ありがとう。今日はピンク多めにしました。うん、ねえめっちゃ叫んでたよね、聞こえたよ。しかも帰りのね時にも見つけたよ。今日のラメは今日はジルのラメ。うん、そう、髪型は自分で決めたよ。何にしようかなって思って悩んだ結果、あんまやったことなくて、なんか美容室行った時にやってもらったりする髪をした。マジ見えんよね、こうしたら見える。ここ薄いよね、めっちゃ気になる。かわいいよこれ。そう、ジルね、ジルのピンクのねラメ。うん、そう、今日使ったコスメは、今日はあんまいつもと同じっていうか、なんだろう、でもまつげを今日は束のまつげをつけたんだけど、ちょっとなんかこれが散らばってますね。ちょっともう様子が悪いですけどね、これがちょっと気になっちゃって。あ、治りました。
ファンの方ね、見えたよ。メイクレシピ、なんかさ需要ないかもって思ってきて、なんかまだ作っ全部終わってないけどね、需要ないかもとは思ってきた。や途中まで。髪型横から見たい。いいよ。なんかさここが薄いんだよね、リサ。ここの前髪が本当に嫌、本当に嫌で。見える？あとここがちょっと髪の毛がないです需要ないよ。しかも聞いてほしい、あのさあのさ、周年の写真が良かったかなって思ったんだけど、すっごい前に試みて作ろうと思って試みてたから、あの違う衣装でさ、そのあの1ページは終わんなかったから、2ページ1ページ目をその作って、なんか詰まったそう詰まりました。そうでも結構もう終わっちゃってんよ、それが。だからこれ今から周年のやつに作り直すのはちょっとこれは厳しいことが起こるかもしれないと思って、はい、やってないです。今の線なら周年のって思うよね、それは本当に思う。でも私周年とそのあげようって思ったやつはカラコンだけが違うだけ、ほぼ一緒ですね。マジでさ終わりがない、あ多すぎて使ってるものマジ使いすぎ、いろいろ。なんかさチークとかもさ、なんか3つぐらいあるよ、もうやばいよね。うん、あとアイシャドウもめっちゃあるし、うん、明日1位が良くなったよろしく、ありがとう。うん、そう。でもマジで1ページは終わったんよ。1ページはちょっとだいぶ前に終わってたんだけど、それだけだとねまだ全然なんか、まあベースはわかるねって感じベースはわかるねって感じ。そう、なんか私アイシャドウはなんかこの上のまぶたのアイシャドウはあんまこだわりがなくて、とりあえずなんかピンク系のあんま色が濃くないやつを塗って、そう下を重点的にやります。うん、そう、涙袋に一生懸命。そう下は結構マジもう何個重ねるんかってぐらい重ねますよね。そうだよね、ぐらい入りするのは厳しいよね。もう今終わったもんね1ページ。あとでも今8割ぐらいはできてる、7、8割ぐらいはできてる。ちなみにメイク落としはバームのやつですね。目とかアイメイクはなんだっけ、そのポイント用のやつでやってる。ハーフタイム買いすぎて楽しめたよ、だってありがとう。違うの、なんかねアイメイクのとかじゃないとね、なんかね落ちないんですよ、めっちゃちゃんと。そうスキンケア、そのメイクする前にや使ってるなんかパックとかクリームとかは入れた、そのメイクレシピみたいな。でもあと私あと
それこそアイメイクで使うものがまだ入ってないまだ入ってないよ。うん、そうなんですよね。今日いつも以上に休憩で本当？行かない人というか、え、ちょっとねまだ分かんないんだよ私たちもね。ちょっとマジで「イコノイジュー」まで待っててもいい？いや、イコノイジューまでに後は終わるんだけど、多分終わろうと思えばって感じ。イクイズのお話し会だってよろしく。ポコポコ、まつげはピンセットだよ。うんユニフォーム似合ってた？髪型？今の？ここめっちゃ気になるんだけどここめっちゃ気になる。なんかね、ここをちょっと残して、ここのちょっとこのぐらい残して、あの普通に、あのなんていうの、まずハーフツインをして、ごめんね、それでここの残った毛を、これはね多分三つ編みかな、三つ編みして、そのハーフツインのそのゴムに巻きつけるっていう感じ。すっごくここめっちゃ気になる気になっちゃったよ、気になっちゃった、気になっちゃった。編みたらしは生誕の時にやったぐらいかな。若い、久しぶりドキドキで、そうだよね、ちょっと空いたよね話か。これはあの藤子とかのあのパウダーをいつもあのはたきます、こういうとこに。今日はちょっとやってないですけどね。国立それな、めっちゃ広かった、びっくりしちゃったよ。うん、ね、だからあのね買ったんですよ、あの藤子パウダー、それで埋めます。うん、アリーナツアーのね髪型も楽しみにしてて、イコノイジューで、これなんかこれでこの髪型ね、結構私もあの何回かやってみたいなって思ったのライブで。だけどいつもあの髪飾りがあるからさ、こうやってやってもね見えなくなっちゃうんですよ。だからうんって思ってたんだけど、今日は髪飾りがなかったからやろうって思って、そう今日は涙袋はピンク強め、そうピンクをちょっと強めだよ。うん、藤子いいですよ、藤子のパウダーいつも結ぶことが多いからいつもあのここ埋めてるよ。うん、そう、うん、カウントありがとうね今日は。うん、アリーナツアーのためにお休み希望出して、本当にもう楽しもうね絶対ハチコハートありがとう。え、違和感ないよ、すごいよマジ、こんなにもなんて言うんだろう、埋まるんだみたいな感じする。そう、ジルのラメンって聞いた。え、そうなの、ジルのラメンは可愛い。あのね
なんかラメは最近はそのシピシピのピンクベージュがジルのラメなんですけど、今日はジルのラメにした。はなちゃんありがとう。絶対福岡いるよ。だってよろしくね。この髪型可愛いよね、めっちゃ。明日一部行くね。だってよろしく。明日読むとこ行くね。だってよろしくね。久々に話す。7周年ライブ以来の前の前以来か。うん、そんな気がします。初見さんもありがとう。パピコさん、香水はあのね、2種類使う。あの一つはあのピンクの色のシャネルの香水と、もう一つはディオールのなんかいつもなるんですよ、なんかちょっと丸い丸のなんかあの形の、ちょっとなんて言うんだろうな、あれはバニラっぽい香りのやつを使ってます。X のシーン全部大好きで嬉しい。見てくれてありがとう。 X のシーンも、うん、あ、そうそう、チャンスチャンス、そう、あ、組み合わせない、あのね、単体でいつもその2つをあのなんていうんだろう、なんか、うん、まあ気分で変えるって感じ。TikTok のやりさせ返っちゃった。嬉しい。そう、コメント見てるよ、みんな。してくれてて嬉しかった。5人で踊ったリレーみたいな形式で踊ってたやつ見たよ。嬉しい。コメントしてくれてた。ジュリーちゃん、私の友達と。すごい、ジュリーさん、すごいね。あのイヤリングで、あの動画でイヤリング、え、そうねえ、めっちゃ可愛いよね、イヤリング。そうなんです、あのステッキとかの形になってるんです。そう、でもすごかった。なんか私さ、触覚がさ結構あの太いからさ、こうあんま見えないのかなと思ってたんだけど、めっちゃコメントでイヤリングめっちゃ可愛いみたいなコメント、すごい、みんなすごいとこまで見てくれてるんやって思ったよ。本当にすごい。そう、めっちゃ可愛いんですよ、本当に。あのステッキの、そう、イヤリングめっちゃ可愛いですね。明日の話かな、新年数たくさん伝えるね。だってありがとう、嬉しい。そう、本当にね、可愛い。あのもうあの衣装も可愛いんだけど、なんかそのイヤリングとかもすごい可愛くて、本当に本当に可愛いです。いや、イヤリングね、落ちる。なんかね、無意識に落ちるんですよね。落ちたなって思う時もあるんだけど、なんか気づいたら落ちてて、おさえさんすごいよね、本当にさ。フリフリが多めでも可愛いよね。みんないろんな形があってさ、そう、なくしたら、そうだよ、悲しい悲しい悲しい。ピアスは開いてないです。ビジュークなって最高、嬉しい、本当に。うん、そう、あの猫ちゃんの衣装もね、結構みんな形違くて、で私はあの瞳と同じ、上は下は違うんだけど、上のデザインは瞳と一緒で色違いだった。紫とピンクでだよ。ちなつハートありがとう。チークは笑った本当に上、めっちゃ上。あと最近ちょっとなんかクマのとこまで、結構ここぐらいまで、
ここぐらいまでというかここぐらい上から変な顔チークを塗ります。変な顔とか言っちゃった。変な顔。そう、でもあんまもうめっちゃ広くは入れないように、ちょっとこう斜めにこう、やっぱり笑った一番こうってなったここ見えます。なんかさ、ここの目のこう結構このクマの辺のところにもなんかチーク塗ると、その結構クマが目立ちにくくなっていいですね。もうね、チークもね、私なんか3種類ぐらい顔に塗ってて本当にやばいよ。でも最近新入りしたジルのチークがあって、それもめっちゃ可愛い。今日塗ったんだけど、あとはそう新入り、あとなんだっけ、ディオールのあのラメが入ってるチーク、あれも結構前に持ってて、そう使ってそれも重ねるみたいな、3つぐらい重ねる。うん。そう、めっちゃ可愛いです。マキシマイザーは持ってるけど使ってないかも。そう、ツヤンツヤンだよ。うん、なんかこうチークハイライトみたいな、ハイライトの効果もあるからなんかもうツヤツヤって感じ。需要ある？でも多い、多すぎてさ、どんだけ使ってんみたいな。チルのチークは02番と04番、番号覚えてる。02番と04番、めっちゃ可愛い。うん、ちょっと似てるんだよね、その2色一瞬同じかって思うくらい似てるんだけど思ってるんだけど、今日は04番を使った。うん、そして一部受けるって久々じゃない？久々、楽しみ。今日のカラコンはお餅、お餅です。でもこのね、ここの光はまああの縁分かりにくいんだけど結構縁ですって感じのやつ。デルファイさんのハートありがとう。ハートお餅、お餅っていう色。配信でも縁ですかも。あ、本当？縁ですって感じする。ナチュラルはナチュラル、なんかこれもね、なんか縁ですってなければナチュラルなんだけど、あ、でも前よく使ってるあれなんだったっけ、忘れちゃった。ここで何回か登場したナチュラルでしたね。なんだっけ、なんだっけ、ベリーみたいなやつ、色。久々すぎて緊張。え、マジいつ売り案件、いつ売り案件、いつ売り。周年のカラコンは違うんだよね。周年のカラコンはアイクローゼットのあ、そうそうそう、あ、待って、そうピエナージュね。それは私がこのお餅を使う前にめっちゃ使ってたやつ。それも好きだよ、まだずっと好き。それ意外とナチュラルで、最近はお餅が多いね。お餅が多くて、でその7周年の時はカラコンのレシピ、あ、でも、ね、そんな言うてないよ。そのね4つぐらいか。あ、でも結構なんかね毎回違うわ。私美容室の写真あげたじゃんか、インスタに。あれは
また違うんですよ、あれはあれで。でその7周年の時は、あ、そう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 、ガウスショコラ、え、みんな知ってるやんね。リリミューは使うよ、リリミュー、あ、リップ使うよ、ガーディナローズが大好き、それも使う、周年のとか、それは前に毎回毎回使う。んーで、そう、結構違う。あ、でもライブの時はちょっと大きめでもいいかなって思って、大きい、ちょっと大きめ、夜中の2時最近が登場しない。あ、でもあのね、ちょっとその夜中の2時もやっぱり好きな色だからポーチの中に入れてて、この間久々に塗ったらちょっとベースとして落ちないから塗ったらやっぱ良かったよ。やっぱ良かったなって思います。だからまた使うかも、全然普通に、やっぱお気に入りです。タカハートありがとう。そう、いろんなそのブランドがあるからね、たくさん。そう、あー、トパーズ使うよ。あ、その美容室の時のやつはなんだっけ、ラテパールみたいなやつ、友達に死ぬついてて私だからすぎて、嬉しい、ありがとう、周年で来てくれてありがとう、初見さん嬉しい。周年の時に使ったハイライト、私本当にね3つぐらいかまれちゃって、どれが一番上にあるかっていうのが本当に思い出せないんだけど、多分あれ、多分あのね、ディオールの4色のパレットのやつだと思う。りょうてやっほーやっほー、多分それ4色パレットのやつ。うん、キリンハートありがとう。明日お話がめっちゃ久しぶりだって、嬉しい、ありがとう、サンブよろしくね。うん、こんばんは、配信見るの一番幸せ、本当に本当に本当に、お揃いコスメ案件、動画ね見たよ、ありがとうね、動画撮ってくれて、見たよ、ゆうちゃんありがとう。明日駅前に、あ、やばい、それはエールを送るね絶対に。うん、明日ゴブ行く、久々すぎてやばい、久々やばい、久々の方多めかも明日。ジルのチークは5色ぐらい入ったやつ、なんかグラデーションみたいななってる、なんかチーク自体が。カツ明日始めましたじゃねえ、だってよろしくね。カツアンズーの方ですか、違うかな。そう、よかったな、絶対アイドルの分動画バストした、ありがとう。絶対アイドルやめないで、お花のパンのやつ、お花のなんか形してる、いいよ。うん、明日ジャンプ行くだって、一瞬で消えちゃうの。ありがとう、明日よろしくね。こんばんは、ともかはた、ありがとう。うん、久々かも明日お話し会。 TikTok 一緒だった、嬉しい、ありがとう、本当に見てくれて。メイクレシピ完成しそう案件すぎない、それなの。つむこんばんは、おやすみなさい、だって寝ちゃうの、寝ちゃうの。うん、スタイチューくねやって、よろしくね。話したいこといっぱいだよ。パッ
なんとかペタル、あ、そうそうそう、なんたらペタルみたいなやつなんたらペタルみたいなやつ。まーちゃんハートありがとう。あ、起きとく、え、嬉しい。明日早くないの？早かったらそれは寝た方がいいね。ね、マジいっぱい話すことたくさん。リファの子も なんか売り切れた売り切れ案件ですそれは。うん、明日初めてのお話し会だって、よろしくね、よろしく。絶対起きる、マジ眠かったらね、それは寝た方がいいかも。やっぱりお気持ちは寝ないでって思うけど、今日隣の方に会話しようってみんな帰って、えー、本当に寝てくれてたの、嬉しい。ゆゆハートありがとう。うん、先端すごい初めて話して、やばい、次のシングルでありがとう。何も話せない、え、大丈夫だよ、話せるよ、リサも話すね。うん、あー、コールね。でもコールさ聞こえてたよ今日。そう、聞こえてたよ今日の。ビデオバチバチだよ。こうやってやった方が見やすい、こう、この方がなんかね、光が聞こえると見にくい。こんばんは、こんばんは。なんかさ、サッカーのその試合のでの間でパフォーマンスさせていただくの初めてだったかもしれない。野球は結構そう、たくさんね、いろいろあったけど。ビギナーさん可愛いですか、明日一部楽しみだって。はなちゃんよろしくね、明日よろしく。うん、この10前に X 予約したっていいね。今日のこれ可愛いよ。うん、なんかね、なんて言うんだろう、結構さ、そのハーフツインですみたいなよりかは、なんかちょっとなんて言うの、上品なお姉さんっぽくもできるっていう感じかも。こんな時間にお腹す、何よ、お腹すいたからアイス食べて、いいよ毎日頑張ってるから食べよう。うんうん、いいよ。私の好きなケーキタルトが好き最近も。今日めっちゃ可愛いね、ほんと。今日はちゃんとメイクしてるからね。うん、うん、食べよう。夕食にラーメン食べたら美味しい。いいよね、なんかさ、最近食欲が飽きすぎる秋だからいいよ、何を食べても許されるっていう事案やってきてる。好き、マシマシ。マスカットパフェ、マスカットパフェ、すごいすごいすごい。何のタルト、え、私はでもフルーツ乗ってるのが好きだから、なんか季節限定のフルーツ好き。さつまいもいっぱいね、まださ、お芋とか栗とかなんかそういう系のものを食べてないから、秋をまだ感じれてない。秋を感じたいよ、早く早く会おうね、絶対。限定に弱いです。モーラン好きだよ、今日からも愛すかって。いや、いいよね、いいよね。モスバーガーのなんか見たかも、 X で白ノワール、なんかちっちゃいの食べたことある、白ノワール、広かった。招待ありがとうね、一緒に
シャインマスカット好き。パルムのハニーチェストックね、限定だよね、あれね。なんか前髪切ってないよ。セブンの巨峰アイス美味しいの。さっぱり系いいね。何か気をつけてることねえ、保湿。でもあんま食は気にしてないよね、いつもね。マジ気にしてないよね。うん、甘いのも全然好きで食べるし。前髪切ったって、だいたい切ってないってある。そう、切ってないよ。なんか伸びないんですよね、ちょっとここ最近前髪。ベルガリのヨーグルトアイス好き。好き。そう、冷凍するよ、なんでもかんでも。うん、いいね。なんかさ、シナスのやつ変えたら嬉しくない？イエーイってなる。なんかあと前髪の癖かも。もうちょっと伸びてもらってもいいよ。うん、うん、保湿しまくり。かおちゃんハートありがとう。私はブルベの夏とイエベの春です。だからどっちもあるかもね。そう、うん、今日も好き好き。ディスカーサーとか楽しいだって嬉しい、ありがとう。そう、イクラブちゃんがね、表紙だから。うん、そう、イヤホン本当。なんかそう、ブルーベー一生パーサーだから。うん、そうなんですよね。ブルーベーの夏、なんかファーストがブルベの夏で、セカンドがイエベの春です。うん、いつもでも私どちらかというと、なんだろうな、ブルベの色が多いのかな、結構。まあ、リップとかもあるかもやけど、チークとか特にそうかも。青み系のチーク使いがちかもしれない。昨日ねクラマ公式で言うとか、トップバッター可愛かったよって。嬉しい、見てくれてありがとう。嬉しい。アーさんもねゲットしたよって。嬉しい、ありがとう。すごいね、いっぱいね、イコラブでいろんな雑誌さんに掲載していただいて、しかもインタビューとかもねあって、森役さんです。オレンジメイクしてる時も言ってる。結構オレンジの時はなんか涙袋をオレンジにすることが多いかも。そう、うん、今日はもうなんかピンクって感じだね。雑誌のビジューめっちゃ可愛かったって。なんかさ、アーンさんのさ、あの TikTok だっけ、なんかあの撮影のさ様子がね動画であった。私も流れてきてみました。そう、あの衣装めっちゃ可愛かった、ピンク。あ、待って、オフショット撮ったけどまだ上げてないかも。あげよう。そうそうそう、めっちゃねだから可愛いよ、みんな。ちょ待ってたね、ほんとマジで大人だった。昨日リサって証明写真ガイドラインやつ作るね、あれ流行ってるの？あの証明写真のガイドラインみたいなやつ。え、あれさ、結構私のあの私の写真であの作ってくださってる方をお見かけするんですけど、めっちゃ面白くて、あの流行ってるんだ。なんかさ、あの後ろ姿とかもダメだし、なんか遠すぎてもダメだし、なんかっていうののなんか
例みたいなやつを本当に面白くて、なんか本当に面白かった。見た、結構なんか何人かの方の見たよ。そう、めっちゃ面白かった。なんだっけ、近すぎ、それはないのか。なんかとりあえずなんか後ろ姿っていうのと、あのなんていうの、引きすぎ、うん、ダメとか、おもろいあれ流行ってるんだね。え、な、それはファンの方の感じで流行ってる感じ。今日の髪型めっちゃ好き、可愛いよねこの髪型本当に面白かったよ、見てて。旦那さんと白い見てます。えー、恥ずかしい、ありがとう、見てくれて。あ、そうなんだ、いろんなファンの方の中で流行ってるんだ。すごい面白かったもん、見ててなんか夜になんか見て流れてきて、なんか笑ったもん一人で後ろ見てるやつおもろい。フェス楽しかったです、だってありがとう、本当に。ストーリーのメンション見るよ、初見さんありがとう、初見さんよく笑えちゃう、かわいい、嬉しい、ありがとう、いつも見てくれて。うん、後ろ向いて、え、そう、見た、それもマスカットのファイル写真、インスタとメンションしてポストした。え、見るね、この後インスタメンションしてよ、だってありがとう。なんかさ、いっぱいいろんな場所にあの私を連れて行ってくれてるのも結構見る、アクスタとか。そう、丸型好き、ほんと。メンションとなく、え、どっちも見るよ。ヒロインズ見て余った、ほんと、ありがとう。ヒロインズはおすすめかも、みんなのこと知れるから。うん、一緒です、ありがとう。リーク最近配信見てくれたから毎日くれたって、アスカちゃんありがとう。あ、エスタお兄ちゃんすごいかわいいよね、エスタお兄ちゃん。タリザスツマイモリスアクスタゾって、え、なんか見たかも、ワン今日ハンバーガー食べ放題行った時じゃあ次は連れていてね、エリさんを。インスタ欲しいなってよ、選手がゆかりちゃん見てた、嬉しい。ちょっとでもなんて言うんだろう、盛り上げられてたらいいなって思いましたね。そう、 LOVE、うん、このアングル今、明日よくよろしくね、新年で一緒なくスタート、あー嬉しい、ありがとう、ゲットしてくれて。あ、苦手欲しいなったのか、やっほー。最近あとは私あれですね、TikTok でもね流れてくるよ、みんなファンの方がのアカウント流れてきます流れてきます。かおちゃんハート、ありがとう、ハート、うん、ありがとうね、つばさん、いつも立ち上がる方向、明日食べた、あー、また話そうね、絶対早く会おう。話しかに肉の登録、話しかに肉の登録はないかも、うん、うんうん、こんばんは、あー、あーね、どっち空いてますかのやつね、
ありがとう。手は見えるよ。確かに楽しい攻撃だって、よろしく。ありがとう。話せるの楽しみにしてるね。リサのお話けどんな感じ？どんな感じ？意外となんかラフな感じ。結構対面まであと少し。え、だよね、対面まであと少し。意外と意外と次の日が対面だったら絶対行きなさいと。そうだよね、対面さ、次はもう次だもんね、シングルね。質問することもあるよ。私ずっと笑ってるんだ、ニコニコしてるみたいです。今日の髪型かわいいね。かわいいよね今日の髪型。そう、結構なんか初めましての方とかもう私がめっちゃ喋ったりしてますよ。対面か、対面で会えるの楽しみにしてるね。うん、何好きな YouTube チャンネル、え、結構いろいろ見ますって感じ。結構いろいろ見ますって感じ。じわじわ通信していきたいと思ってます。撮ろうね写真。今日も寝るか、そうでしょ、かわいいよね。キュルキュルちゃん、やば、びっくりだ。引っ越し、引っ越しさ、やばいよね。もうどこ行ったかわからんくなるよね。わかる。初めまして、緊張した。え、そう、結構話すよ。リサ氏だったら利用しやね。え、知りたい。え、結構それリサね、聞いちゃいがち。そう、聞いちゃいがちですよ。絶対日本語違うよね。聞いちゃいがちって何？聞いちゃうんだよね、よく。うん、引っ越し大変そう。え、やばいよ私、大ごと。なるほどね。でもなるほどはさ、作り直すのもでき、あ、でもまあ大変か、結構ね。聞きがちだ、聞きがち、聞きがちです。可愛いしか、え、嬉しい。でもまた話しに来てくれよ。リサのグッズ嬉しい。なーちゃん、なーつけたら分かるよ。たい、よろしくね、対面。もうすぐ仕事して1年、やばいね。本当にありがとう、見つけてくれて。うん、意外にすぐって感じ、早、あっという間。あったくない対面。まあなんか10月なんてまだ先やんとか思ってたのに、なんかいつの間にかもう来月やんみたいなね。明日コブ行くね、だってよろしく。手に書くの、こうやって。でも名札なくてもいけるよ。クワちゃんも半分ね、やばい、ちょっと待ってってなる。ジュキありがとう。最近なんかさ、くしゃみが止まらない。なんか飛んでる？インスタ DM 見てるよ。エリカちゃん、こんばんは、こんばんは。いけるいける、マジでなくてもいけるよ。本当にさ、なんか最近なんか飛んでんのかな。やめて、飛ばないで。今手遅れの MV ぐらい雨降ってる。え？え？雨降ってんの今？え？
嘘でしょ。え、大丈夫そう。え、ま、台風来てるよね、あの下の方。今日暑かったよ、終わりかと思うぐらい暑かった。びっくりしちゃいにくちゃいちゃい。あー、ハウスダスト、ハウスダストです。うん、リクリベンジしに来て、ぜひ。次のシングル、な、今日軽いよね、私結構DSとかなんか意外にしてもらっていいかなってなる。10月なんで、よし、もしなったら話します。嬉しい、聞きたい、めっちゃね、元気でいたい。マグチおしゃれでしょ、かわしい。え、同じ名前だ、ほんとだ。なんかね、リサって名前の子多いんだよね。ありがとう、私のこと見てくれて。うん、でも送れなくない。え、なんかね、あのね、なんか人によるのかもしれない、なんか見れる方もいるんですよ、届いてる方もいるんですけど、なんか送ってるんだけど見れないっていう方もいて、さっていう感じなんですよね。どういうこと？うん、困るよね、そういうの。なんで？なんでそうなの？お願い。こんばんは。え、でもさ、え、届いてる方もいるんだよ。それってどういうこと？だってさ、だったらさ、みんな届かんくない？みんなのやつ見れなくない？どういうことですか。なんか変わったんだよね、なんだっけ、なんかその承認しなきゃいけないとかさ、設定があるのか、なんかの。でも設定って分かんなくない？どんな設定。うん、わからんね、難しいよね。なんかさ、そのいろいろと承認必要って出る。え、でもそれでどうなっちゃうの？どうにかしたら見れんのかな、てか送れんのかな。そう、 DM の話なんか変わっちゃったんだよね。今までは送れたんだけどみたいな感じです。でも届いてるのは見てるよ、ちゃんと。みんな送ってくれて届いてる方のは見てます、ちゃんと。はい、こんばんは、カズ、こんばんは。承認されれば、え、そうなんや、変わっちゃったんか、マジ。どうして？ちょっと充電しよう、充電。セーターグッズ早く買ってし、それの早くみんな見てほしい。みんなに見てほしいよ。ショーカーはさすがに届いたか、7月だったもんね、さすがに。あっという間に届くかな。そう、髪型めずらいでしょ。そう、横向いたらわかる。
しにしようよ。帰れるなら帰ったいよね。でも時間なかったら帰れないけどね。あれマジ順番にでも届き始めてるのかな。ね、収録時点で行けなくなっちゃう。そうだったの、大事にすぎ。なんかさ、その寒暖差とかでさやられちゃうよね。可愛くて好きあふれる。うちもかむこさん、あ、かむこさんなの。髪型可愛いでしょ。ねえ、暑くなると困っちゃう。なんかでも暑いよね、まだ全然。今日とかもさ、あの家出た瞬間なんか暑くて、なんかもう大丈夫かなって、普通に夏って感じだった。寒暖差には筋トレがいいんですか。マジ、え、本当に筋トレしたらちょっと変わるん。あれかな、代謝、代謝ですか。サッカーのユニフォーム可愛かったって、嬉しい、ありがとう。筋トレやんないよ。筋トレはやんないけど、なんか体操はたまにするよ。筋トレはやるわけないじゃん。絶対にリサはもう、あのリサあんま筋肉、私の自分は筋肉あんま求めてなくてそう、求めてないんです。あ、でもなんかね、リサ、私なんか不思議な現象がなんか起こってるみたいな。あの代謝はいいんだって、一応私って、あのなんか燃やしやすいみたいな。そうで、それは多分理由としてはやっぱりその踊ったりとかしてるから、それで代謝が多分いいんだろうなって思うんですよ。まあ、代謝がいいというか、まあその燃やしやすいみたいな。で、私結構代謝は悪い方って思ってて、あんまりそんなにこう汗とかも本当にあんまかくタイプじゃないから悪い方だなと思ってたんだけど、なんかなんだっけ代謝はいいみたいな感じ言われて、ただなんかただね、なんか矛盾してたようなことがあって、あのなんか本当に不思議なんですよ。あの代謝がいいって思ったら、その燃やしやすいじゃん、そのなんだっけ燃やしやすいから、そのまあそのまあ確かにその痩せやすいとか言うじゃないですか。私は代謝がいい割には燃やせてないみたいな、全然え、あのさ、だから不思議ならしい、なんかそのえみたいな、どういうことみたいな。それを少女漫画スタイル、いや、なんかこの間その、え、わかんない、なんかさ、なんだっけな、マッサージに行った時にそれをやったんですよ。ちょっといつもと違う感じで、そのなんかそれこそ、まあ、体重とかその BMI とかなんかそういうのがこう全部って表になってそれで基礎代謝とかそのかグラフにみたいになってて、でなんかめっちゃ笑われたん。しかも基礎代謝っていうか、その燃やせるのはめっちゃ、燃やせる力はめっちゃありますみたいな、だけどなんか燃やせてない全然みたいになってで笑っちゃって、私もえみたいな、どういうこと、これはどういうことですかみたいな。だってそう、燃やせる力はあるんだって言われたから、おーみたいな。で、確かにそれはまあライブとかその踊ったりとかしてるから、そのやっぱ
それをしなかったりとかしてると、私は多分その代謝悪いし運動もあんまするタイプじゃないからだけど、なんかそのよくないよね、よくないよ多分。だって代謝はいいのにその代謝を活かせないんだよ。だからよくないんだよ、よくないよねって思ってさ、なんかどういうことってなってさ、なんか困っちゃった、うん、いや、なんか燃やせてない原因な、聞いたんよ、聞いたんだけど、なんか多分そのなんて言われたっけな、なんかそれなりのことだったのよ、しかも、うん、なんだっけ、なんかなんて言ったんだっけな、ちょっと忘れちゃったな、大事なところなんだっけ、あ、でもその食生活も言われたし、言われた、それも言われたし、そのあとそう、待って、そう筋肉で思い出した、私筋肉のなんか量がなんかそれもさ矛盾してて、代謝がそのグラフでこんぐらいあってめっちゃある、なんか筋肉こんなその方にも、あの筋肉こんだけしかないだから、あの不思議な結果ですって言われた、なんか全然見たことあんまない燃やせる力すごいのに燃やせてないし、なんか筋肉もなんかこれが意外にしてやばくない、本当にさ、本当に何マジいい加減にしてよやばいでしょ本当に。でもリサ、なんかその筋肉はなんか別にその必要最低限あればいいって思うから、自分の、自分はね、自分に関してはだからそれこそ普通に踊れたりすればいいと思ってるんですけど、なんか生活に支障ないっていうか、うん、でもまあその元気なので、うん、まあそのゼロじゃないからね筋肉、当たり前だよねゼロだったら踊れなくない、大丈夫そう、うん、そうだからさ、なんかその一番いいのはその燃やしやすい、せっかく燃やしやすいから燃やす力をつけれれば無敵だねみたいな感じなんですよ一回にしてメイクレシピね、そうちょっと待ってて、まず1ページ完了した、あと1ページ、ほんとさ、だからでもその筋肉を増やそうとも思ってないので、なんかただまあそのせっかく燃やしやすいんだったらそれを生かせたらいいなっていう気持ちではあります。ちょっと待ってモーメントあげる、え、そうですちょっと待ってモーメントあげる、今日のシーンをあげたいからちょっと待って、そうやばいでしょ、腹筋ありますか？え、ないよ、リサ。絶対ないよ、腹筋。腹筋はね、超ない。ヨーヨーちゃん。モーメントのコメント見てるよ。いつもコメントしてくれて。見てるから見てるよ、顔認証しっかりきた
やや引き締まってないよ。嬉しいよ、モーメントいっぱい、みんないろいろ頑張って偉いよ本当にっていう気持ちで。私体硬い。え、入ってないよ線。ぽよぽよですよ、ぽよ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 です。そんなぽよぽよは今日はベビーカステラを今日はベビーカステラをゲットできたので、それを、その写真を今からあげます。足はそのあんまりぽよぽよっていうかね、お腹ぽよぽよですよ今一個。ぽよぽよです。ほんと困っちゃったよ。なんかぽよぽよはどうしようもないよね。だってさ、その水分でもぽよぽよなんだもん。そんなんもう無理やんね。ありがとうコメントしてくれ。待ってて、ちょっとまだ私も今2枚。でもちょっとどうしようもらえない。いや可愛いって褒め、ほんと？ありがとう、みんなが言ってくれるか。足は足の体操、ちょっとね足の体操サボったからね、あんまり真剣部ではなかったから、そう、私本当にあの何かを食べるとすぐにお腹出るので、そういう体質です。ジムはね行ったことねないんです。でもね行けない、あのね、いやすぐ行かなくなっちゃうから私絶対そうなんだよね、絶対お金の無駄になるくらい行かないから。結婚して食べよう、それは。偉い、頑張ってんの。足ポカチョコザップはいかないよ。でもちょっと気になったこと何度かある。なんかチョコザップならできるかもって思ったことある。多分無理あ、サウナも好きだよ。でもあんまり行かなくなった、なんかわかんない、暑いから。3週間おサボり、やばいじゃん、行かないとやばいじゃん、契約してんの、行かなきゃね、それそろそろ。でもなんか褒められたら伸びるからさ、そのジムの人にさ、なんか褒められたいよね、行くならね。そしたらさ、なんか頑張ろうと思えるやん。そう思う。お菓子我慢したり、うん、無理、あの絶対無理、あの絶対っていうか、まあ、ちょっとにするとかはできる。褒められたら伸びます。1ヶ月おサボり中、やばいじゃん、1ヶ月も行かなきゃ。でも褒められたいよね、どうせ。あとリサは、リサがもしジム行ってたら、ジムで動くやんって、めっちゃ頑張りました、その後にあのジャンキーのもの食べちゃう絶対食べんなって感じだよね。そうだよ。理由は頑張ったから、あのプラマイゼロだからみたいな気持ち。か逆に、逆パターンもある。先に食べてそれを今から燃やそうっていうパターンもある。うん、意識低いんです。意識低め。
やばい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 、ちょっと文章書いて、もめと待ってね、もめと、よしできた。意外とジムの後って食べたくなく、あー逆にね。あとなんかさ、運動した後ってさ、なんかさ食べる気なくなんない？筋トレでして食べるのと筋トレしてる、そうそう、ね、全然違うよね、全然違うよね。食べて、いや運動は結構しんどいよねやっぱ。うん、こんばんは、ベビーカステラ好き、大好き、今日もお疲れ様だって、ありがとう。え、そうカステラにね、そう絵描いてて、あのキャラクター、今日もめっとちゃうん、嬉しい、見てるよ、いっぱいコメントもありがとう。大島くん最終回ね、やばい、ちょっと見ようかな、見逃しで最後の展開。走ったりは、あ、私ね本当に走るのが無理で、なんか本当に走れないですよ、なんかすごく疲れちゃう。いい加減にしてって感じだよね、めっちゃ疲れちゃうんです。なんか走るのもめっちゃ苦手、なんかきつい、なんかだったら多分筋トレとかの方がいいかもって思うくらい走るのが無理。マメとコメントしてね、ありがとう。時間？うん、だからマラソンとかほんとすごい。私はできない。めっちゃ無理。明日はね、よろしくね、リオよろしくね、ありがとう。なんかしよう。私はやっぱ、筋膜ローラーとかそんなのしか無理かも。かもジョギングとかないのかも。歩くならいいかも、お散歩。わかる、私は足上げて寝ちゃう最近。体操しようと思ったのに寝ちゃいました。最近多い、そればっかり。お時間ありがとう。お時間、じゃあ無限時計を出して、じゃあランキング見ます。13位ニッチ、12位キョウ、11位テイチ、10位ヒロシ、9位ミカタン、8位タカ、7位トワチン、6位カギちゃん、5位ザンマイちゃん、4位コウヘイ、3位おしお、2位トメゾ、1位カナタでした。ありがとうございました。今日はFC 東京さんとの試合のハーフタイムでたくさんありがとうございました。本当にいろいろ貴重な経験をさせていただけてすごく嬉しかったです。そして明日は久しぶりのオンラインお話し会ということで、いっぱいお話しできるの楽しみにしてます。結構久々なので、はい、ということで、明日も暑いかもしれないよね。暑いよね絶対。みんなも気をつけてね、元気でいて、本当に。うん、今日はなんだっけ、うーん、 X とストーリーあげたから見てみてね。おやすみみんな、またね、リサも早く寝るように頑張るよって、元気でいてねみんなも、うん、おやすみみんな、またね。あ、モーメントのコメントも見るね。バイバイ。あと10秒ぐらい。おやすみ。またね。明日会える方は明日会おうね。バイバイ。